レイ・フォード・トレイ・ヤングは、アメリカ合衆国、テキサス州ラボック出身のプロバスケットボール選手。NBA のアトランタホークスに所属している。ポジションは、ポイントガード。オクラホマ州のノーマン・ノース高校に進学。彼は、1年生の時にはプレーせず、2年目からプレーを、して、その年の成績は、平均25ポイント5アシスト4リバウンドという、上々の成績を残した。 そして3年次には平均42.6ポイント4.1アシスト5.8リバウンドという成績を残し2017年の ESPN の高校生 PG ランキングで2位につけたヤングはオクラホマ大学に進学シーズン平均は27.4ポイント8.7アシストを記録し得点王とアシスト王を同時受賞するなど個人としては素晴らしい成績を残す チーム自体は NCWA トーナメントに参加するも初戦敗退。その後ヤングは NBA ドラフトにアーリーエントリー。2018年の NBA ドラフトで全体5位でダラス・マーベリックスに指名された後、将来の一巡目指名権と共に同ドラフト全体3位指名のルカ・ドンチッチとのトレードでアトランタホークスに移籍し、ルーキー契約を結んだ。 一年目から先発に定着して、平均19.1得点を記録するなど活躍し、オールルーキーファーストチームに選出された。二年目の2019から2020シーズンは、持ち前の得点能力にさらに磨きをかけ、平均得点を昨季から10点以上増加させた。オールスターゲームにも選出され、二年目にして、スターターを務めた。切れ味のいいドライブと、正確なドリブル、 そして針の穴を通すようなパスが持ち味で、スティーブ・ナッシュやステフィン・カリーと比較されている。オクラホマ大学時代ではかなり遠くから放つ3ポイントシュートが特徴的であり、初めは不調だったが、3ポイントも徐々に適応し、タフショットをかなり打っているにもかかわらず1月に40%台を誇るなど、完全に持ち直している。大学時代から得点力が高く、 また爆発力のある選手であり、NBA ではルーキーシーズンから20得点以上を何度も記録する選手であるが、村が激しい選手であるため、今後は安定性が課題である。得点力に秀でている一方で守備はかなり苦手であり、相手に狙われることも多い。そのため早急な改善が望まれている。ありがとうございます。